トヨタ線は、愛知県日清市の赤池駅から愛知県豊田市の梅坪駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線である。正式名称は、開業時より豊田線だが、1986年までは豊田、新線の名称を併用していた。名古屋市と豊田市とを結ぶ通勤、通学路線である。沿線の大学、高校への通学目的の利用も多い。 愛知高速交通東部丘陵線同様、この路線もまた、終わり丘陵を横断する路線であり、30パーミル以上の急勾配が、随所に存在する。全域間が、立体交差で、踏切が存在しないが、すべて高架というわけではなく、丘陵地帯の地形に合わせ、トンネルや掘割なども、多数ある。起点の赤池駅は、地下駅であり、 発車するとすぐに地上に出て高架に上がる。三河線豊田市駅から名古屋市営地下鉄鶴舞線を経由して、最長で名鉄犬山線犬山駅まで直通運行している。犬山線まで直通する列車は少なく、ほとんどの列車は鶴舞線終点の上、小田駅で折り返す。運賃計算区分は B で、さらに加算運賃を適用する。 マニカなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。鉄道要欄による起点は赤池駅だが列車運行及び旅客案内列車番号の設定においては梅坪駅から赤池駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。新鮮であるため建設費を回収するためにキロほどで算出された運賃に加算額を加算する。 トヨタ線の建設費回収率は2018年で47.2%である。普通運賃への加算額は、トヨタ線内の運賃計算期路に応じて、下表の通りとなっている。地下鉄線と合算すると割高感があり、これを少しでも解消すべく、また建設費の回収も進んできていることから、2006年12月16日より、 普通運賃で10から50円引き下げられた。一部列車が名古屋市営地下鉄鶴舞線経由で直通している犬山線上、小田井駅園との間の連絡乗車券が購入できる。この鶴舞線経由の犬山線との連絡乗車券は自動券売機には設定されていないが赤池駅の駅長室と友人駅の窓口で購入することができる。 ただし前後の会社の営業記録を通算して、運賃を算出する通貨連絡運輸ではなく、前後の名鉄の運賃は、接続駅で打ち切って計算され、通算されない。2003年より、地下鉄線経由で、小牧線上飯田駅園へも、中間改札なしで繋がっているが、こちらは通貨連絡運輸や、連絡乗車券が存在せず、2枚に分けて、購入することになる。 地下鉄線坂駅で徒歩連絡となる瀬戸線坂江町駅員への連絡乗車券も当初から設定されていない。豊田線では、梅坪駅や海景機関の全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。百二十七年設立の新三河鉄道が、 ヤゴと衣間の鉄道不設免許を取得したのが期限である。同社は名古屋市東部で路面電車を運行していた終わり電気軌道を合併し、親会社の三河鉄道と連携して名古屋衣ロ岡崎間の連絡を目指したが結局果たせず、不設免許は三河鉄道を経て名古屋鉄道が引き継ぎ1979年に名鉄が開業させた。豊田市は 名古屋市の中心部から3 0トル圏内に一致するが、名古屋市との鉄道連絡は、名鉄三河線名古屋本線と南に大きく、迂回するルートしかなく、後に建設された、国鉄岡田線も東海道本線を経由するため、豊田市名古屋を結ぶ大量輸送の交通機関は、極めて不便な状況にあった。このような公共交通の立ち遅れから、 豊田市民の移動手段は、自家用自動車への依存度が高かった。豊田市だけでなく、道市と名古屋市の間に位置し、名古屋の衛生都市である、愛知軍の日清町、東郷町も、同様の不便を感じていた。そのような状況を解消するため、名古屋市が偏った発展をしないような、放射状鉄道路線を新設することも目的に、豊田市三好東郷日新名古屋を結ぶ。 鉄道路線を付設する構想が浮上した。以下がその案である。国鉄建設線、鉄道付設法の予定路線として、畜佐から豊田を経て部設に至る路線が規定されていたため、そのうち地佐豊田間を工事線として建設する案。1967年には、豊田市が、豊田、名古屋間の鉄道付設を国鉄に応募する旨が、 カモタイムス11月13日号で報道された。名古屋市高速鉄道の延長、名古屋市高速鉄道3号線をさらに、豊田まで延伸する。名古屋市高速鉄道線の終点から、豊田市に至る間の鉄道を、別個の鉄道として建設する案、矢後と豊田間の戦術の免許線の計画を一部、変更し、名古屋市高速鉄道の終点から、 豊田市までの鉄道を建設し、天白で乗り換えるか両線を、総合直通運転させる案。名鉄名古屋本線、桜駅から、豊田市方面へ、分岐延伸する案から1968年7月7日に、カモタイムスが、かねてから、豊田市が計画していた国鉄による畜産部設線に、対し、名鉄も桜駅から豊田間を全線高架で結ぶ、構想があると報じた。 結果的に2と3を接中したような形で、豊田線が建設される形となった。1971年11月17日には市産町の市長らが集まり、名古屋豊田間鉄道建設促進協議会の結成を決定。ルートについては、東郷町、三好町の中心部を経由し、豊田市と結ぶ南回りルートも予想されていたが、 結果的には、赤池駅から、密進町の南部、三好町の北部を経由し、梅坪駅で、三河線に乗り入れて、豊田市駅まで結ぶルートに決定した。また、豊田、名古屋間の鉄道の豊田側の終着駅は、岡田線の駅と名鉄の豊田市駅の中間に、設置することで、両駅の心理的距離を縮めることも構想されたが、結局は、三河線を介して、 豊田市駅に直接乗り入れる形となった。所要時間については、豊田市名古屋都心間を約30分で結ぶことも想定されたが、豊田新鮮開業時時点では、豊田市駅名古屋都心部の所要時間は約45分となっている。なお、名鉄は本来免許通り、矢後とまでの建設を計画していたが、都市交通審議会で、 名古屋市内の天白まで公営地下鉄を建設することが投信されたことと用地買収の過程で市交通局の車庫を日清町赤池地区に確保する必要が出てきたため名鉄と名古屋市が協議を行い矢後と赤池の免許を名古屋市に無償状としその見返りとして瀬戸線の東大手栄町の免許を得たという経緯があるまた 同線の試運転にはもう805区2313の2両編成が使われた。ただし ATC が導入されていないため赤いーキには入線できずトンネル入り口付近で折り返していた。その車両は豊田市の倉賀池公園に生体保存されている。この車両の他にも6000系が試運転で乗り入れ、1987年には5700系が 回送列車として黒笹駅まで一度だけ乗り入れた。開業前の地固めとして出来400軽電気機関車が乗り入れたこともある。豊田新線の開業により、名古屋、豊田間のバス路線は大幅に再編成され、豊田市内に設置された新駅と市街地、住宅地を直結する新路線が設けられた。また、豊田新線の開業は、 三河線の梅坪駅帯上衣駅間の立体交差化事業や、豊田市駅を片線、新豊田駅間の市民広場の建設などを、さらに具体化する格好となった。名鉄三河線、名古屋市営地下鉄鶴舞線と直通運転を行い、豊田市駅から上、お台駅間を往復する運行を基本としている。平日のほぼ全時間帯、及び土曜、休日の早朝、 深夜には、名鉄犬山線直通列車も設定されている。日中は、毎時4本の運行であり、平日朝は増発される。犬山線直通列車は、平日ダイヤの昼間は原則として、岩倉駅のみが1時間に1本運転される。上り列車はすべて、豊田市駅であり、梅坪駅や途中駅で折り返す列車はない。ただ、三好カントリークラブで、 東海クラシックが開催された際、黒笹さいが設定されたことはある。終点となる豊田市駅では、三河線治流方面との対面接続が考慮されている。また、土休日は、鶴内線が10分ごとの運転となるので、運転間隔の調整のため直通列車の半数は赤池駅で約3分停車する。なお、赤池駅は、 名古屋市交通局が管理しているため、名鉄の旅客案内上は、無人駅となっている。当線が建設された場所はもともと山間部であったため、急勾配は多いが、急カーブが存在しないため、全列車が各駅停車ながらも線内のみの所要時分は18分で、表低速度は時速 50km と名鉄の普通列車としては、高く、高和線の急行とほぼ同等である。 なお、豊田市駅伏見駅間の標準所要時分は46分となっている。毎年夏に行われる豊田おいでん祭りの最終日や、豊田スタジアムでのサッカーやコンサートなど、イベント開催時には、豊田市発情大域が臨時で増発される。車両は直通する名古屋市営地下鉄鶴舞線に合わせて、すべて20メートル両開き4、扉ロングシート、 六両固定編成になっている。ワンマン運転は行われていないが、豊田線内でも自動放送が行われている。名古屋市営地下鉄鶴舞線車両も参照。年度別年間乗車辞任の推移と1980年度の値を100%とした増減率。ありがとうございます。